トウゴマの種子リシンはトウゴマの種子から抽出されるタンパク質である。マの種子に毒性があることは古くから知られていたが、1888年にエストニアのペター・ヘルマン・スティルマルクが種子から有毒なタンパク質を分離しリシンと名付けた。アルファアミノ酸の一つでサプリメントとして世界で広く普及しているリシンと発音が似ているが、 全く異なる物質なので注意が必要である。猛毒であり、人体における推定の最低致死量は体重 1kg あたり 0.03mg。毒作用は服用の10時間後程度。リシ心分子は A サブユニットと B サブユニットからなり、B サブユニットが細胞表面のレセプターに結合して A サブユニットを細胞内に送り込む。A サブユニットは 細胞内のタンパク質合成装置リボゾームの中で重要な機能を果たす2 8スルナの中枢配列を切断する酵素として機能し、タンパク質合成を停止させることで個体の生命維持を困難にする。この作用は腸管出血性大腸菌や赤リ菌の作るベロドクソと同じである。吸収率は低く、蛍光投与より非蛍光投与の方が毒性は強いが、 その場合の致死量はデータなし。戦時中は、エアロゾル化したリシンが、化学兵器として使用されたこともある。また、タンパク質としては特殊な形をしているため、胃液、水液などによって消化されず、編成しない。現在、リシンに対して実用化されている、下毒剤は存在しない。ただし、米テキサス大学で2004年に開発されたワクチンの臨床試験が、 FDA の認可のもとに行われ、2006年1月30日付の、米国科学アカデミー企業電子版において、予防効果を確認したと報じられている。また、ニューサイエンティスト市では2007年7月4日付で、リシンコレラ毒素、ベロ毒素の吸収を阻害する、分子構造が、セントルイスワシントン大学医学部の研究により、発見されたと報じている。 リシーンの立体構造青イコール RTA 差、緑イコール RTB 差赤イコール等、即差タンパク質としては、糖差を持つ、糖タンパク質の一種。RTA の259位のシステインと、RTB の4位のシステインの間に形成される、ジスルフィド結合により、両鎖は結合している。1978年9月7日、 ロンドンでブルガリア出身の作家ゲオルギー・マルコフが倒れ、4日後に死亡した。このニュースを聞いて驚いたパリ在住のウラジミール・コストフは何者かに傘の先端で疲れた2週間前の経験から、直ちに病院で検査した結果、リシンが封入された約1ト、mm、ルの白金イリジウム合金の弾丸が発見された。その後、 マルコフの体内からも同種の弾丸が発見され、被害者2名とも共産政権だったブルガリアからの亡命者だったことから KGB かブルガリア秘密警察による犯行と考えられた。リシン入りの弾丸を傘に偽装した空気銃で発射し暗殺を図ったのである。2003年11月、ワシントン DC のホワイトハウス宛ての手紙に封入されたリシンが検出された。 その手紙はホワイトハウスから離れた郵送物を扱う施設で発見され大事には至らなかった。手紙は細かい粉末状の物質を含んでおりその後のテストによって自身と確認された。この情報は2004年2月3日に予備調査でアメリカ上院のビルフリスト議員のオフィスの郵送物取扱室で同様の事件が発覚するまで公にされなかった。 この事件を受け、いくつかの上院議員のオフィスが予備措置として閉鎖されたが、健康に被害が及んだという人物は現れていない。2013年4月、アメリカで当時の大統領バラク・オバマ宛ての手紙に混入されていた利信をシークレットサービスが発見した。10年前の事例同様、ホワイトハウス近くの郵便物を仕分ける施設で発見されたため、 オバマの手元には届いていない。2013年5月、ニューヨーク市で当時の市長マイケル・ブルームバーグ及び彼が支援する団体不法な銃に反対する市長たちのもとに送られてきた手紙から自身が検出された。先のオバマの事件と同一犯として2013年6月にテキサス州の女性が容疑者として逮捕された。2015年11月、 別居中の夫の焼酎に、とうごから抽出したリシンを混ぜて、殺害をも論んだとして、殺人未遂の疑いで、宇都宮市に住む妻が逮捕された。2018年10月1日、アメリカ国防総省は、ドナルド・トランプ大統領、ジェームズ・マティス国防省、リチャードソンアメリカ海軍作戦部長宛てに、郵送された封筒からリシンが検出されたことを、発表。 リシンの検出は配達される前段階の郵便物検査施設で判明したものであり、宛先の本人はもちろんのこと職員らに危険が及ぶことはなかった。同月3日に元海軍軍人が逮捕され、問題となった成分はリシンそのものではなく、統合間のみを含む成分であったことが明らかになっている。2020年9月19日、トランプ大統領宛の郵便物から理心が、 検出されたことが報じられ、同月20日、容疑者のカナダ人の女が逮捕された。2021年7月19日、同僚男性の水筒に、筒ゴマから抽出したリシンを水筒に入れ、水筒を使用不能にしたとして、神戸地検は、加古川市在住の元外社員の女性を起訴した。ありがとうございます。